3月30日です。土の中に保存しておいた里芋類を地中から掘り出しまして、これから植え付けしていきたいと思います。これがタケノコ芋の種です。そしてこれが普通の里芋、こちらが小芋と親芋です。そしてこれが八つ頭です。で最後のこれはウコになります。これを植え付けていきたいと思います。この場所に植え付けたいと思います。一応堆肥、それから黒石灰入れまして、耕して少し畝を高くしてあります。ここに植え付けていきます。植え付け間隔は竹の芋、小芋、里芋、ウコン、これが30センチ間隔、八つ頭は20センチ間隔ぐらいでいいんじゃないかと思いますので、こんな感じでこれから植え付けていきます。植え付けをして肥料を与えました。上部を土で覆って、その上にビニールをかけたいと思います。土塗りをしてビニールかけました。この棒の立ったところを入れつけてあるところで、これから芽が出てきます。芽が出てきた時点で少し早めにこう破いてやる予定です。この棒がないとどこから出るのか分かんないんで、出る前にやることが必要なんで、こう立ったらこんな感じで仕上がりです。来月中には芽が出てくると思いますので、破っていきたいと思います。